久保さん、あのー、今回、やるやる詐欺にしておきましょうか。まあ、さっきね、僕、動画撮ってたんですけど、風が治んなくて、あの、咳と痰がね、出るんですよ。で、痰がね、まっ、あ、黄色なやつが、あのなんか、すげえやつなんですけど。で、あのー、まあ、久保さんもいっぱいいろいろ見てきたと思いますけど、このこのね、ネットビジネスを始めて、久保さんも8年、9年ですかまあ、 まあお客さんもしっかりですけども、まあ他の情報発信者もしっかりで、みんなやんなくなるんじゃないですか。ね。<laughs> あの、サポートしますっつってね。まああの、このマトリックスにした理由もメタ流星ですよね。あの、トンズラするっていう <laughs>。このマトリックスの由来はあの、メタ流星ですか、うん、まあみんな逃げるし、やらなくなるし、消えるしっていうところで。なんかね、僕はその、 あのやるやる先がい,いてくれるおかげで頑張れるっていうのが非常にあるんですよね。俺はこうはならないぞっていう。それをまあ間近でこう見てきてるんで。だから逆に言うとあの今僕が風邪ひいててもこうやれるそのマインドというか、うん、考え方というか、まあ、反面教師だなっていう。だから逆にありがたいなって。まあ、違う側面で見ると。 ややるるるる詐欺がいるおかげで俺は強くなれるみたいな話ですねみんな口では何もでも言えるんで、まあ、この億万長者合宿もね、あのー、合宿が終わっても2年以上ですかもうずっとやってるじゃないですか少なくてもじゃああとこれが5年10年続いたら少なくてもこいつら本当に合宿合宿参加した人がもう,もう見てるかどうかわかんないですけど 10年前合宿参加してるのに10年後もまだやってるよってなるじゃないですか。だかそしたら何かを感じてくれるんじゃないかなと思いますね。何かをね。だって10年後、10年前俺、熊町長者合宿に参加して俺10年間何やってきたんだって話で、その講師陣は10年間あの後もずっとなんかやり取り続けてるぞと。どういうことだと。 まあそこで何も感じないんだったらまあそれはそれでしょうがないですけどまあ10年もちょっと見せたいですけどちょっとグロいんで。 咳出ても痰出てもあの生きてますんで喋れますからまあコロナになって入院して、まあ、隔離されたらそれは無理ですけど別にできますからねだからある側面で見ると風邪ひいててもやらないといけないのみたいな側面もあるかもしれないなんかネットビジネスって自由じゃないですかとなんで風邪ひいてまでやらないといけないんですかと思うかもしれないですけど逆を言うと 風邪をひいてもでできる仕事なんですよだって別に会社に出社しなくていいし人混みにならなくていいしカメラでもかただ喋るだけいやこれぐらいだったらできるでしょとでも普通の会社だったら、ね、出社して満員電車でね行って人とこうやってって言わないといけないしだからまあ風邪ひいててもできるっていうある意味まあこれポジティブっすよね,ねポジティブじゃないですか風邪をひいてても 余裕で仕事ができるよっていう仕事ですよね <laughs> そう。まあ、ものの見方ですね。うん、そう。まあ、多くの人はなんか、風邪をひいたらなんか、うん、ゆっくり休んで、みたいな話がありますけど、ゆっくり休むのは、死んだら休めるんで。あこれね、誰かが言ってたんですけど、あの死んだら休めるんじゃないですかと。死んだら寝れるじゃないですかと。 だから生きてる時間を最大限活用するんだったら睡眠時間3時間でいいっていうね。これ確かね、まあテッドっていうね、あの、こう遠く、セトークのって、テッド、レッド。で、その、まあ教師の、あの、多分うん、な長野だったかな、その、あの脱線っていう本出した人だったかな。なんかその、僕1日3時間しか寝ないんですっ、つって。 で、なんで3時間しかない寝ないかっていうと、もう自分の時間を作りたいから。うん。でも3時間睡眠でずっとやってるけども、全然元気です、みたいな。うん。だって3時間しか寝ないでやれば、2二十1時間ですか自由に使えるわけじゃないですか。うん。だからその人は言ってましたね。 いや別に死んだら一生ずっと寝れるやんみたいなねもう確かにおっしゃる通りですと <laughs> 死んだら一生寝れるやんと確かにみたな、ね、だから生きてる間しかなんかできないですからねうんそうだからまあ一般的な考え方の人とやっぱり僕は違うのでうん なぜならば一般的な生活をしたくないからですね、僕は。なぜ一般の人と同じ考え方じゃないのかっていうと、一般の人と同じような生活をしたくないからです、絶対に。土日動くとか嫌ですもん。もうや,や、ね、久保さんも言ってましたし、久保さんもね、あのー、すごく感じてると思いますけど、土日やめてほしいですよね、<laughs> 本当に。もう一気集中するじゃないですか、交通渋滞とかも。 普通のその日頃走ってる道でも土日とかあと平日のその会社が終わるぐらいになるとまあ鹿児島なんかはあの車社会ですから車でみんな通勤するわけですよだからあの会社が終わる時間帯はめちゃこ車が増えんですよで混むんですようわやめた嫌だなっていう。でもその平日の昼間ですよね2時3時ゴールデンタイムですね。 平日の2時3時、お昼の2時3時はゴールデンタイムですね、これ。だスーパー行っても2時3時、暇、あの、ガラガラなんですよ。うん。まあ、あと平日のね、まあ、あの、あの、マクボさんが起きてるような時間帯もそうだと思いますけど。うん、はい。やるやる詐欺のおかげです。僕がこう頑張れるのは、行ってらっしゃい。